どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日、ANA 感謝の日の動画をね、出させていただいたわけなんですけども、これもね、結構すごいキャンペーンだったんですけども、これに対抗してきたんだと思うんですけども、JAL がね、スマイルキャンペーンっていうのを発表しましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ではね、早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、キャンペーン名は JAL スマイルキャンペーンということで、目玉はですね、ちょっといくつかね、キャンペーン自体あるんですけども、目玉こちらですね、国内線航空券タイムセールということで、2023年の3月9日から2023年の3月14日まで、国内線全路線一律片道6600円。 さらにですね、お子様は25%オフの片道4950円でね、利用することができるっていうね、キャンペーンを発表したんですよね。いやね、すごいですね。でですね、この JAL のキャンペーンはこういった形で販売期間1、販売期間2みたいな感じで、キャンペーンがね、分かれておりまして、まず一つ目のね、販売期間が2023年の3月9日から2023年の3月11日っていう風になっておりまして、 こちらのね、登場期間がえ2023年の4月の14日から4月の28日、5月1日から5月2日、5月8日から5月31日までっていう風になります。で、2つ目の期間が販売期間、2023年の3月12日から2023年の3月14日まで。で、こちらの登場期間が2023年の6月1日から2023年6月30日までっていう風になります。で、こちらね、運賃はプロモーションっていう風になります。 風になってておりましてこのプロモーションはね、ちょっと後でまた解説させていただきます。まあね、こういった形になってるんですよね。あの、料金自体ですね、ANA がね、片道全路線、基本7000円平日でね、週末1万円で出したわけなんですけども、JAL の方はですね、土日、平日関係なくですね、片道全路線、基本6600円で出してきたって言った形になるんですよね。いや、これすごいですね。多分これ、 こんなに値段下がるの多分今まで買ったのかなっていうぐらい多分安いと思うんですよね。全路線ですからね。いやーすごいですね。東京から沖縄とか宮古とか石垣とかもね、まあ、全部この運賃でね、利用することができるっていうふうになりますし、 またね、お子様はさらに25%オフ。でね、ちっちゃく書いてあるんですけども、一部路線はねえ、さらに下回るかもしれませんみたいなことも書いてあるんで、いやー、すごいですよね。で、ゴールデンウィークのね、え期間中も一部ね、あの、対象っていう風になっておりますんで、これもね、いいですよね。でですね、ANA のキャンペーンもまだね、あの、開始までね、 期間があああるるんんんででですすすすよねねと4日ぐららいりりますんでもしかしかかたた変わったりするんですか、ね、ちょっとわかんないですけども、ここまでね、一気に、あの、値下げされてね、JAL で発表されてしまったんで、ちょっとね、両方ステータス持ってるような人はね、JAL で購入しちゃうんじゃないですかね。うん、だって土日も6600円ですからね。いや、すごいですよね。で、今回ね、対象うんちがね、プロモーションでね、記載があったと思うんですけども、 これなんだっていう話ですよね。で、結構前にね、私の動画でもね、解説出させていただいたんですけども、JAL はですね、2023年の4月の12日以降はですね、国内線運賃ね、制度変更ということで、もうすでに発表されておりまして、今利用できるね、先得とか特便とかね、まあそういったのありますよね。 普通、大人普通運賃とかもね、全部名前が変わって、こういった形になるんですよね。2023年の4月の11時登場分までは、まあ、大人運賃とかね、往復割引とか、まあ、いろいろあるんですけども、えー、特便とか先得とかね、まあ、こういうのも全部ね、一新されてですね、えー、新運賃ということで、えー、大人普通運賃はフレックスで、えー、特便はセイバー、先得はスペシャルセイバーで、今回のね、プロモーションっていう、まあ、今回のキャンペーンみたいなね、えー、やつは、えー、プロモーションっていう感じになる ですよねまあこれは今までねなかったんですけども新設されてね今回のプロモーションっていう運賃がえ適用されるっていった形になります一応ね公式サイト概要欄に載せておきますんで気になる方はですねぜひねチェックしてくださいで今回のね JAL スマイルキャンペーンなんですけども運賃がねプロモーションになるということで積算率ですねこちらもこういった形になるんですよねプロモーションっていうのはね運賃9のところにあると思いますけども、えー、50%っていうふうになりますんでまあ今回ね東京から えー、沖縄とかね、そういった路線利用していただくと、ま、うん9っていうふうになりますんで、獲得できるね、フライ、フライオンポイントは984フライオンポイントがね、えー、獲得することができるって言った形になります。まあ、これもね、あの、片道6600円から利用することができるっていうふうになりますんで、いいですね。 はい。一応ね、新運賃でね、50%になるっていう点はですね、覚えておいていただければなと思います。まあ、6600円で984フライオンポイントがね、獲得することができるっていうふうになりますんで、まあ、単価的にはね、6.7円とかで利用することができますんで、まあ、今回のね、キャンペーンも、まあ、修行で使うのもね、まあ、悪くないのかなっていうふうに思います。まあ、JAL の方はですね、回数修行はね、ありますんで、まあ、わざわざね、東京から沖縄のね、路線乗らなくても、もうちょっとね、短い路線で、 あの50回、ね、登場してていいいいただいてもでででですすすね、えー、と計算るるとと万ぐらいで利用できると思いまの、まあ、こういった感じでね、利用していただくのもね、あのいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。一応ね、JAL の回収収用は1万5000フライオンポイントはね、あの、獲得しないといけませんので、この点だけね、注意していただければ、まあ、6600円、もっと安い路線もあると思うんですけども、まあ、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、回収収量もね、 今年、使用される方はね、検討していただくのもね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、一応ね、今回の JAL スマイルキャンペーンね、ほとんどね、まだ分かんないんですけども、一応ね、こういった形で、国際線の航空券のキャンペーン、またね、国際線の特典航空券のディスカウントマイル、まあ減額マイルキャンペーンとかですね、国内ツアー航空券のホテルセットで25%オフとか、海外ツアーとかもですね、こちら3万円補でね、利用することができるキャンペーンも、 からねあの詳細出ててくるっていう風になりますんでここらん、ね、と楽しみですよね,でねちょっとネインサーチャージの話もするんですけども、まあ、ネインサーチャージがねどうしてもかかってきてしまいますんで、まあ、どのぐらいねあの減額マイルされるかにもよりますけどもこちらのねキャンペーンもありますんでこちらもねキャンペーン始まりましたですねぜひねチェックしていただければなと思います ということで、今回ですね、JAL スマイルキャンペーンということで、ANA 感謝の日用にね、さらに安い運賃でね、えー、発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、びっくりですね。どうなんですかね、ANA 値段変えたりするのかなちょっとわかんないですけども、この点はね、ちょっと楽しみでも、 ありますよね。で、ネインサーチャージのね、ちょっと話をしようかなというふうに思っておりまして、ネインサーチャージがですね、えー、この動画が出てる、まあ、昨日になるかもしれないんですけども、2023年の4月の1日から5月30日発見分までのネインサーチャージがね、発表されました。無事ね、あの、値段下がるっていうふうになりまして、一応ね、ここに新旧出しておきますけども、今までね、東京から北米、まあ、東京からニューヨークとかロスとかね、行っていただくと、片道4万7000のね、ネインサーチャージが、 片道からかかってきてたわけなんですけども、これがですね、4月1日から5月31日の発見分までは、片道36,800円ということで、だいたい1万円ぐらいね値段下がりましたね。非常にいい話っていうふうになりますけども、ちょっとまだ高いですね。はい、往復すると7万円超えてくるっていうふうになりますんで、まあ今ね、利用すると9万。 人が超えてくる感じになると思いますんで、まあ、それよりかはね、安くなるっていう風になりますんで、このままね、下がっていくといいですね。まあ、ひとまずですね。あの、いこのネインサイチャージっていうのは、発見する時にね、かかってくるっていう風になりますんで、今発見して、今ね、四月1日から5月30日の登場分を発見しても、今のね、あの高いネインサイチャージがね、適用されるっていう風になりますので、もしね、この安いので利用されたいっていう方は、まあ、4月1日までね。 あの、待っていただいて、あの、発見していただくのがね、おすすめっていった形になります。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター見てますので、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.